僕は先日の1月31日に東京ビッグサイトで行われた個別握手会に参加してきました。ありがとうございます。人生で初めての握手会だったので緊張して顔、はい、あ、違う、頭が違う、頭が真っ白になってしまいましたが、はい、顔が真っ白ごめんなさい、とても充実した握手会になりました。よかった、本当にありがとうございます。そこで皆さんにお聞きしたいのですが、はい、もし自分がファンとして握手会に参加するなら、はい、どのメンバーの例に並びますかということで。あー、これはこれね、よく考えるね。迷うね。よく考える。何枚何枚？え、何枚？何枚取れる？何枚取れるだろう。とりあえず1枚だったらどうする？毎枚。1枚だったら。1枚、1人。1枚だったら、うん、1枚だったら。私1枚やったら、やっぱ、うん。マイアンに行くかな？見たさんにね。わかる。なんか、どんな実物を拝みたいみたいな気持ちで行くと思う。で、うん、次に2枚だったら、うん、あーでも、推しメンに行くよね、多分。そしたら。あ、そうだね。2枚ぐらいから、推しメンに。でも私、カズミンの握手会とか行ってみたいよ。絶対、やめた方がいい、今、今。あのね、私ね、本当に私のファンの人ね、うん、本当にいい人多いんだけど、多分、ね、うん、半分ぐらい話伝わってないと思うんだ、私、いつも会話が。嘘。うん、なんか、早口で、早口すぎて、ちょっとたまに困った顔して帰る人いるけど、あれ聞き取れない。ちゃんともう一回来てくれるから優しいけど。うんうんうん、でも、ヒメタンとかもやっぱりね、こう、王道に、ヒメタンビームして、もらいに行きたいよね。それいい、ヒメタンビーム、ね、受けてきたみたいな。やっぱ技持ってる子は、うん、そう、ズッキュンとかね。そうだね。そう、技を喰らいに行きたいですね。うん、真夏の握手はね、うん、もう多分、まあ、どんなもんかと一回行ってみたい気も。行ってみたい気もする。するけど、いやー、どうなんだろう。でも、ああ、難しいね。でも、前々の握手はね、うん、絶対ね、この多分今話してる、まんま、いい意味でまんまというか、本当に聖母だと思うよ。いや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 。だから、てか、この人はちなみに誰の個別に行ったんだろうね。確かに、確かに。でもすごい満足そうに書いてくださってるから、うん。まあ、多分、頭が真っ白に。真っ白になっちゃった人、ね、頭真っ白になっちゃった人。あ、いたよ、私の例に頭真っ白になっちゃった人。私も。あ、前々の朝にシャワー出てました。でもなんか、初めての人とかやっぱり、たまにいらっしゃるけど、なんかすごい、なんて言うんだろう、可愛いなって思う。わかるわかる。すごいなんか、あ、それ緊張してるっていうのが、伝わってくるから、うんうんうん。そうだよね。どうやったら緊張ほぐれるかなって思いながら。わかる、うん。あのね、あの、握手会さ、私さ、そう、さゆみんの握手会に、うんうんうん、あの、写真集お渡し会に行った時に握手したんだけど、うん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 、もうほんと高山って正体を隠して、行ったけど、ほんと緊張するわ。緊張する？あのね、うん、3個前ぐらいが一番緊張すんね。あ、次だみたいな。そう。うわ、どうしよう、どうしよう、だんだんなんかこのレーンの影から見えてきたぐらいの。そう、見えてくんの。で、そこの時間短いのもすぐ来ちゃうの、自分まで。すぐなんだ。そう。それで、いざね、話すとね、本当にもう目、一瞬見てもう目見れないね。私そっちタイプ。たまにいるじゃん、そっちタイプの人、うん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 、ファンの人で。あ、この人すぐ全然目合わないよ、みたいな。大丈夫かなとか思うんだけど。下向いちゃったり。うん、下向いちゃったり。あれ可愛いけど、ああいう人。うん、あれ、基本緊張してんだよね。緊張してんのか。うん、一回行ってみたい、本当に。ね。嬉しいです ね。でも、ぜひぜひまた、来てほしいです、握手会。どのメンバーもそれぞれの楽しさが、きっとあるから。ね。うん。個性がいろいろ。個性がいっぱいだと思います。うん。はい。